街路樹ををららしたた疑いでで書類送検された店長らを不起訴です。中古車販売大手、ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れていた問題では今月5日、愛知県警が現場の土から除草剤の成分が検出された西尾店など県内の3つの店舗の元店長ら3人を器物損壊の疑いで書類送検していました。名古屋はきょう 今月22日付で3人をを不起訴処分ににしししたた。ことを明らかにしました器物損壊の罪は被害者などからの告訴がなければ起訴がされない申告罪で街路樹を管理していた愛知県と名古屋市はビッグモーターによる金銭の支払いがあったことなどから警察と協議の上、告訴を見送ったということです。